11月7日柴崎駅前のライブハウスさくらんぼに88歳のドラマーがゲスト出演しました。練習中のドラマー小川巌さんです。昭和6年11月7日生まれは浅草です。小川さんは若い頃に見よう見まねでドラムをスタート。その後は独学で練習を重ね、サラリーマン時代には社内のバンドで大活躍しました。僕はね、30年前だから平成元年かな。リタイアした平成元年、柴崎にティールームチャイムをオープンし、来店客だったバンドのメンバーに誘われて参加。現在もドラマーとして活躍中です。ジャズだけじゃなくて、ボサノバとか、いろいろやってます。月に1回、京王長山の、ね、スタジオで、金山さんが来てくれて、それでそこで練習。楽しいですか？今はあまり楽しくない。どうしてですか？それはまずいんじゃないですか？もう神経使うの精一杯。そうですよね。やれると思うけどあんまり自信ないです。あ、そうですか。頑張るぞ。おー、やった。小川さん88歳の誕生日、この日のさくらんぼは杉村明とデキシーランドオールスターズの演奏で盛り上がっています。柴崎で30年、チャイムという喫茶店を、経営してこられました小川巌さん、紹介します。今日88歳の誕生日なんです。おめでとうございます。いよいよ小川さん登場です。おしゃれですよね。あ、どうぞどうぞ。はい、杉村明とデキシーランドオールスターズのドラマーとして上を向いて歩こうを演奏しました。おめでとうございます。小川さんにとって素敵なベージュの誕生日ライブとなりました。